こんにちは。大津の遊べるスポットご紹介。週末どこ行く？レジャーで大津。皆さんこんにちは。こんにちは。観光大使の竹内咲と中野由依です。今回はこちら比叡山延暦寺に来ています。お緑が綺麗です ね、 ね、 綺麗だね、うん。今日はこちらで座禅を体験したいと思います。はい。それでは早速行ってみましょう。はい。平安時代に最澄が創建した延暦寺は、比叡山内の広大な境内に寺院が点在し、本堂にあたる国宝の根本中堂には絶えず灯り続ける不滅の宝塔や薬師如来立像などが安置されています。境内には数多くの国宝や重要文化財が保存され、外国人にも人気の観光地として知られているんです。それでは本日ご指導いただく島津さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速行きましょうか。はい、はい、お願いします。さあ、会場にやってきました。座禅体験って初めてなんですけど、どんなことをするんですか？座禅というのは自分自身の心を見つめる時間ですから、体験を通して自分自身のことをしっかりと見つめていただければと思います。それでは実際にやってみましょうか。はい、こちらどうぞ。はい、お願いします。さあ、まずは島津さんから座禅の心得や作法などを分かりやすく解説してもらい、お勉強。二人ともしっかり気を引き締めて。手の形は丸く楕円形になるようにね、形を作ってください。それではこれより座禅を始めます。座禅のイメージといえば、集中できてないとこれでしばかれると思ってる方も多いですけれども、これはしばき棒ではないんです。禅杖って言います。禅の杖、ね、座禅を助けてくれる杖なんです。これをほぐしたりとか眠気を取り払っていく、ね、集中できてないな、体がしんどそうだなっていう時に、目の前に合掌で立ちます。お互いに一礼をして肩を抱くような形、腕組みをしてください。体の力をしっかりと抜いてリラックスした状態で体を丸めてください。まずは心臓から遠い方、右側の肩に3回、左側の肩に3回、合計で6回、背中を叩きます。終わったら体を起こしてもう一度合掌して一礼。これで作法は終わりますから、また座禅の上印を組んで座禅を続けていくと。睡魔に負けて寝てしまうと親指が下がってきていずれ離れてきます。また雑念が起こってきていろんなことを考えているとくるくる親指が遊び出します。ちゃんとこの人座れてるかな、集中できてるかなというのを判断するポイントというのはこの親指の形なんです。それでは呼吸の数を数えるのをやめて、普段の呼吸に戻していきましょう。最後は呼吸と体をほぐしてリラックスします。座禅の後はありがたい法話をいただいて体験終了。どうもお疲れ様でした。どうでしたか、体験してみて。そうですね、普段の呼吸とかは数えたりしないので、うんうん、すごく気持ちをつけることができたんで良かったです。なんか自分と向き合ってすごいリラックスできましたよね、うん、なるほど。まあ、座ってる姿からもお二人ともものすごく集中している様子が伝わってきて良かったなと思います。まあ、ぜひ、ね、またいらっしゃってください、はい、ありがとうございます。この体験はいつできるんですか？こちら延暦寺会館ではご予約いただかないといけないんです。
でも予約してでもね、来たいんです。そうですよね、貴重な体験やし、うん、皆さんにもぜひ体験していただきたいですね、うん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。以上、比叡山延暦寺さんで座禅体験でした。さよなら。